どうアミヤ、昨日言われたとこちゃんと調整できてるかな？うん、いい感じじゃん。後で K に見てもらおうよ。ユキは部活で来られないみたいだから夜に送っておこっか。うん、そうだね。水木、いつも通りだよね。やっぱり私の気にしすぎってこと？でもねえアミヤ、ちょっと聞いてもいい？ん？何？この間のミステリーツアーのことなんだけどさ。ああ、楽しかったね。えななん帰りの電車で爆睡してて面白かったな。あれは疲れてたからだってば。いつもあんな風に寝てるわけじゃ。って私が聞きたいのはそういうことじゃなくて、みんなで桜を見た後何かあった？アミヤ、あの後からいつもと少し違うっていうか。え、そうかな。別にいつも通りだと思うけど。でも2人とも遅れてごめん。ずっと作業してたんだけどログインし忘れてた。あ、ケイお疲れ。今 MV のイラスト差し替えしたとこを見てもらおうって話してたんだよね、えなな。あ、うん、今から送るね。はあ、結局はぐらかされて何も聞けなかった。水木はいつも通りなんて言ってたけど、あの顔がいつも通りなわけないでしょ。前までは曲が完成したらみんなで打ち上げに行こうって言い出してたのに、最近はすぐに落ちちゃうし。もしかして私たちに言いづらいことでもあるのかな。でも水木って隠し事とかするタイプじゃなさそうだけど、それとなく聞いても答えてくれないし、どうしたらいいわけ？ああ、もうイライラする。あれ、電話？アイリから？もしもし？どうしたのアイリ？急にごめんね。週末のレッスンがなくなったから、よければえなと遊びたいなって思ったんだけど、どうかしら？実はえなに紹介したい子もいるのよ。今一緒にアイドルやってるHonomori Shizukuって子なんだけど。え、Honomori Shizukuってよく愛理が話してる？この間も一緒に配信出てたよね。そうそう、今日Shizukuにえなのこと話したらぜひ会ってみたいって言ってるのよ。ああ、でもごめん。嬉しいけど今はちょっと気分が乗らなくて。え？何かあったの？ずいぶん元気がないじゃない。またお父さんと喧嘩？そうじゃないんだけど、ちょっとモヤモヤすることがあって。そうなの？一体何が？まあそういう日もあるわよね。でもあんまり引きこもってると太っちゃうわよ。たまには外に出て気分転換するのもいいかもしれないわよ。もちろん無理にとは言わないわよ。えなの気が向いた時に会えるなら私はそれでいいから。やっぱり行こっかな。アイリの言う通り最近外出てなかったし、いつまでもモヤモヤしててもしょうがないもんね。決まりね。念のため言っておくけど太ってはいないから。はいはい、もちろん分かってるわよ。じゃあ集合時間とかはまた後で連絡するわね。わかった。じゃあまたね。アイリー、ちょうどいい時に誘ってくれたな。よーし、週末は思いっきり買い物しちゃおっと。早いから心配だったけど、時間通りに来られたじゃない。ふふん、昨日ちゃんとアキトに明日早いからって言って起こさせたからね。あんたまたアキトくんを目覚ましにして、アキトくんが不憫でしょうがないわよ。ところで木の森さんはまだ来てないの？そうなのよ。寝坊ならいいんだけどね、雫よく迷子になるから心配で。迷子？小さい子じゃないんだし、さすがにそれは。二人とも遅れてごめんなさい。雫、心配してたのよ。どうしたの？実は乗ってたバスが渋滞で遅れちゃって、連絡しようと思ったんだけど、スマホの画面がぐるぐる回って文字が打てなかったの。ぐるぐる？はあ、あなたが東雲さん？はじめまして、日の森しずくよ。愛理ちゃんから話を聞いてずっと会いたいと思っていたの。うん、私は東雲えな。こっちこそよろしく、日の森さん。本当に美人。雑誌に載ってるまんまじゃん。あれ、でももしかしてすっぴん？え？ええ。でも愛理ちゃんからアドバイスをもらったから、ちゃんと日焼け止めとリップは塗ってるわ。え、それだけ？顔面力どうなってんの？まあ、そういう反応になるわよね。2人ともどうしたの？私の顔に何かついてるかしら？あ、ううん、なんでもない。愛理からちょっと天然とは聞いてたし、前少し見た配信でもそんな感じしたけど、もしかして日の森さんって私の想像以上に天然？雫も来たことだし、ショッピングでも行きましょっか。あー、楽しかった。エナのおかげで可愛い服が買えたわ。ありがとう。私も東雲さんにコスメのアドバイスもらえて助かったわ。あんまり詳しくないから自分に似合う色を探すのが難しくって。別にそんな大したことしてないってば。私も欲しかったものが全部買えたし、後で写真撮ろうっと。よかった、少しは元気になったみたいね。うん、おかげさまでね。あら、東雲さん体調でも悪かったの？あ、そうじゃないんだけど、最近ちょっとモヤモヤすることがあって、家で考え込んでたら気分まで落ちてきちゃってたんだよね。あ、そうだったのね。ねえ東雲さん、よければ話を聞かせてもらってもいいかしら。今日は東雲さんのおかげで楽しかったし、私も何か力になれたら嬉しいわ。え、でもせっかく遊びに来たのにそういう話するのは悪いっていうか。ほら、その辺は気にしなくていいわよ。今日は私たちが付き合ってもらったんだしね。悩んでる時は誰かに話すだけでもすっきりするものよ。ま、それもそうかもね。私のことじゃないんだけどね。実は。なるほど、その秋山さんって子の様子が変わったから気になってるのね。うん。普通に話してる分には何も変わったことはないんだけどね。話しててもいつも通り明るいし。でもちょっと前までは遊ぼうって誘ってくれたのに、最近はそういうのも減ってるし、嫌われてるわけじゃないけどちょっと避けられてるみたいな。そうだったの。それは心配ね。うん。何かあったのって聞いてみたんだけど、はぐらかされちゃって。もう思い出したらまたムカついてきた。水木は私の悩みとかよく聞いてくれるから、もし悩んでるなら今度は私が水木の話を聞けたらって思ったのに。一応聞くけど、エナがその子に失礼なこと言ったわけじゃないわよね。あんたならありえるもの。何それ、そんなこと言うわけないでしょ。だとしたら東雲さんのことを気遣って悩みを話さないようにしてるのかもしれないわ。まあそれが一番ありそうよね。近いからこそ言えないことって意外とあるもの。近いから言えないって、じゃあ結局私には何もできないってこと？東雲さん、せっかく話してくれたんだから何か力になれたらいいのだけど。確かに私も悩んでいる時は心配をかけたくなくて、みんなに話そうと思えなかったし。あ、でももしかしたら身近な東雲さんには打ち明けられないことも、少し距離が遠い人になら話せるんじゃないかしら。少し距離が遠い人？私と愛理ちゃんよ。秋山さんを誘って4人で一緒にどこかへ出かけてみるのはどうかしら。その方が秋山さんも悩みを話しやすいかもしれないわ。気持ちは嬉しいけど、そんなにうまくいくかな。そうね、それだけで解決するかはわからないけど、でもヒントくらいはつかめるかもしれないわ。それに秋山さんの気分転換にもなるんじゃない？そうかもしれないけど、まあやってみないとわからないか。でもどこに誘うの？ショッピングは前も2人で行ったし。あ、これなんてどう？さっきチラシをもらったのよ。日帰り高原ハイキング？今日の歩行長すぎ。昼休みあと少ししかないじゃん。お昼教室で食べよっかな。でもみんな騒いでるだろうし。屋上とか？水木。あ、ルイ。驚かせて悪かったね。浮かない顔をしていたものだからつい声をかけてしまったよ。バレちゃったか。実は買おうと思ってたメロンパンが売り切れててさ、ほんとついてないよね。そうかい。それならいいけれど。あ、ルイ、ちょっと話が。あ、ほら呼ばれてるよ。じゃあまたね、ルイ。あ、水木。ごめん、秋山さんと話してるところだった？ああ、うん、少しね。それよりどうしたんだい？ちょっとショーの練習のことで相談したくて。いい？ああ、もちろんだよ。うん。思ったより帰るの遅くなっちゃったな。まだ昨日の MV の修正作業終わってないのに。あれ？今から電話？もしもし、どうしたの？ちょっと瑞希に聞きたいことがあって、来週の土曜日なんだけど、もし空いてたらピクニックに行かない？ピクニック？デブ賞のエナが外に行きたがるなんて珍しいね。なんでまた？誘われたから、たまにはそういうのもいいかなって。ほら、前にアイドルやってる友達がいるって話したでしょ。あの子が誘ってくれたの。あ、桃井愛理ちゃんだよね。エナすごいよね。アイドルの知り合いがいるなんて。別にたまたま中学が一緒で仲良くなっただけだって。あとは愛理と一緒に活動してるHonomori Shizukuって子も一緒に行く予定。え？Honomori ShizukuってあのHonomori Shizuku？ああ、そういえば前に真冬も同じ学校だって言ってたっけ。世間って狭いね。この間私も会ってみたけど、のんびりしたいい子だったよ。さすがに真冬の話はしなかったけど、2人とも瑞希の話したら会いたがってたし、よかったら一緒に行かない？ほんと？僕も会ってみたい。自分のことが話せないなら本当の友達になんてなれないのに。ああ、ごめんエナ。僕やっぱやめておくよ。来週あたりバイトのシフトが入りそうなんだよね。入りそうってことはまだシフト入れたわけじゃないんでしょ？それはそうなんだけど、ほら初対面の僕がいたらみんな話しづらいだろうし。2人ともアイドルなんだから、初対面の相手と話すのなんて慣れてるってば。それにインプットが大事っていつも言ってるのは瑞希じゃん。綺麗な景色見たら新しい MV のアイデアが思いつくかもよ。ああ、確かに言ってたような。っていうか今日のエナずいぶん強引じゃない？何かあったの？ちょっと話そらさないでよね。私はそっちがピクニックに来られるかって聞いてるの。なんか今日のエナは妙に強引だな。変にかわすと余計にあれこれ聞かれそうだし。分かった、そこまで言ってもらえるなら僕も行こっかな。あ、そうこなくっちゃね。ピクニックにはバスツアーで行こうって話になってるの。申し込みの手続きとか必要だから、詳細はメッセージで送るね。了解。楽しみにしてるね。うん。じゃあまた連絡する。はーい。よろしく。ピクニックか。Honomoriさんと桃井さんにも会えるし、楽しみだけど。しずくちゃん、すごく上達したわね。さっきのターンとっても綺麗だったわ。よかった。レッスンに付き合ってくれたルカちゃんのおかげね。あ、この足音は。二人ともお疲れ様。愛理ちゃん。いらっしゃい、愛理ちゃん。しずくちゃんから部活があるって聞いてたから。今日は来ないのかと思ってたわ。予定より早く終わったのよ。間に合ってよかったわ。ところでしずく、さっきエナから連絡があったの。秋山さん来てくれるって。ほんとよかったわ。お出かけで秋山さんの気分が少しでも晴れたらいいんだけど。そうね、エナがあれだけ人のことを気にかけるのも珍しいし、私も力になりたいわ。あら、みんなでどこかに出かけるの？今度の土曜日に愛理ちゃんとそのお友達2人と一緒に高原にピクニックに行くの。高原にピクニック、素敵ね。きっと綺麗な景色が見られるんでしょうね。ずっと前に教育番組のロケで山に行ったことはあるけど、それ以来そういう場所には行っていないから楽しみだわ。あの番組ね、うまい具合に編集されてたけど、いちいち手つきが危なっかしくて見ててハラハラしたもんだわ。だってロープワークも火起こしもとっても難しくて、でもすごく楽しかったわ。なんて話がそれちゃったけど、ともかく当日はみんなで楽しみましょうね。ふふきっと素敵なピクニックになるわね。そうだわ。よければルカちゃんも一緒に行かない？確かに、私か雫のスマホに来てもらえば一緒に行けるものね。あら、私が行ってもいいの？もちろん。当日散策時間を長めにとる予定だから、その時に一緒に景色を見ましょう。2人ともありがとう。そう言ってもらえるなら私もお邪魔しちゃおうかしら。嬉しいわ。ルカちゃんと一緒ならピクニックがもっと楽しくなるわね。それじゃあ私も気合い入れて久しぶりに愛理スペシャル弁当を作るわよ。誘ったのに来てくれてありがとう。今日はよろしくね。こちらこそよろしくお願いします今日お気に入りの服着てきてよかったね。えな、本物だよ。テレビとか雑誌で見た本物だよ。2人ともすっごく可愛い。ちょっとみずき、もう分かったってば。あと声が大きい。人がたくさんいて賑やかだし、これぐらいなら大丈夫よ。来た甲斐があったわね、しずく。東雲さんの大切なお友達にこんなに喜んでもらえるなんて、私も嬉しいわ。そうだわ、名字で呼ぶとちょっとよそよそしいから、秋山さんのこと水木って呼んでもいいかしら。私も水木ちゃんって呼びたいわ。私たちのことも気軽に呼んでもらって構わないから。いいの？じゃあそうしちゃおっかな。じゃあ改めて今日はよろしくね、愛理ちゃん、しずくちゃん。東雲さんも？私？ああ、そういえば名字で呼んでたっけ。私の方もよろしくね、しずく。楽しいピクニックにしましょうね、えなちゃん。えな、誘ってくれて本当にありがとね。はいはい、どういたしまして。愛理、もうバス来てるはずだよね。そろそろ乗っちゃおっか。そうね、少し早いけど行きましょうか。ねえ愛理ちゃん、みずきちゃん、思ってたよりも元気そうじゃない？そうね、明るくていい子そうだし、えなが言うほど悩んでる様子もなさそうだけど。そうだ、僕お菓子持ってきたんだよね。バスの中でみんなで食べようよ。別にいいけど浮かれてこぼさないでよ。はーい。遅い。ルイが駅で待っててって言うから先に来たけど、これなら家に行って一緒に来た方がよかったな。あ、向こうに止まってる観光バス、私たちと行き先が同じみたい。特急に乗ろうって思ってたけど、バスの方が乗り換えもないし楽だったかもなー。って楽しちゃダメ。だって今回は。やあねね、待たせたね。あ、ルイ、さすがに遅すぎ。って何その大荷物。もちろんいろいろ準備してきたんだよ。ねねがせっかくショーのためにもっと体力をつけたいっていう前向きな提案をしてくれたからね。にしても驚いたな。積極的に運動したがらないねねがこんなことを言い出すなんて。だってルイ、今フェニックスワンダーランドの経営方針が変わっちゃうのを何とかするために新しいショーを考えてるでしょ。そのショーのために私もできることしたいなって思ったの。あと M も司も体力あるし、私だけいつもバテバテなの嫌だしそうだね、今できることは全てやっていきたいしね。それじゃ早速高原トレーニングに行こうじゃないか。早速って自分が遅れておいて。っていうか、なんで高原トレーニングなわけ？ただランニングをするより楽しく運動できるだろ。景色もいいし、空気もおいしいし、何より周りを気にせず新しい演出を試せるしね。まさかその荷物の中身ってワンダーステージで試せないような危ない装置だから高原に行こうなんて言い出したんじゃ。おっと、もうこんな時間だ。このままだと電車に乗り遅れてしまうよねえねえ。あ、ちょっと、私は司じゃないんだから。変な装置は使わないからね。じゃないのに遠くの山まで見えるよ。うん、本当に綺麗。あ、そうだ、写真何枚か撮っておこっと。絵の参考になりそうだし。あれ、絵なってば真面目じゃん。まずは自撮りって言うかと思ったのに。あのね、いつも自撮りのこと考えてるわけじゃないからね。え、お腹も空いてきたし、景色でも見ながら休憩しない？私、お弁当作ってきたの。やったー、食べるアリちゃんのお弁当、とっても美味しいのよね。楽しみだわ。あ、手の込んだお弁当、昨日の夜から仕込みをして、みんなの好きなものを入れてきたのよ。おいしそう、いただきます。あ、フライドポテトがある。えなから水木の好物だって聞いたから作ってみたの。揚げたてを出せないからじゃがいもを細めに切ってカリカリした感じにしてみたわ。あ、こっちの揚げ物ってもしかして湯葉の巻き上げよ。雫がリクエストしてくれたから一緒に作ってきたの。中にはささみを入れてみたわ。はっ、とってもおいしい。さすがおんちゃんね。あとえなにはチーズケーキね。今日は少しだけレモンを多めに入れてみたのよ。やったー、アイリの作ったチーズケーキ、売ってるやつみたいに凝ってるんだよね。どれもすっごく美味しいよ。すごいなアイリちゃん、アイドル活動も学校もあるんでしょ。それなのにお弁当まで作ってきてくれるなんて。お弁当は作り慣れてるだけよ。それにアイドル活動の方はいつもグループのメンバーに助けられてばかりだしね。確か愛梨ちゃんとしずくちゃんが組んでるのってモアモアジャンプってグループだよね。ええ、今は配信をメインに活動してるのよ。そういえば前に配信見たよ、しずくたちがダンスの練習してる動画。見てくれたのね、ありがとう。でも何回もやり直ししていたから見ててそんなに楽しくなかったんじゃないかしら。確かに最初の方は割と失敗してたけど、でもちょっと励まされたかな。え？しずく何回失敗しても諦めなかったし、最後はバッチリ踊れてたでしょ。あれ見てたら私ももうちょっと頑張ろうって思えたっていうか。えなちゃん、そう言ってもらえて嬉しいわ。よかったわねしずくん。きっとえなみたいに思ってくれてる人はたくさんいると思うわ。希望を届けるアイドルに近づけてるみたいで嬉しいな。希望を届けるアイドルか。どうしたの？あ、なんかすごいなって思って、希望を届けるなんてなかなかできないっていうか、どうやったらいいかもわかんないし。でも2人も聴いてくれる人たちのために曲を作ってるんでしょ。それって希望を届けることと似てるんじゃないかしら。そうかな。そうだったらいいな。みずき、どうかしたの？みずきちゃん。ううん、なんでもない。それより愛理ちゃん、このフライドポテトもっと食べてもいい？ええ、もちろんよ。気に入ってもらえて嬉しいわ。はーい、ありがとう。みずき、今ごちそうさま。お腹いっぱい。愛理ちゃん、ありがとね。どういたしまして。残さず食べてもらえて作ってきた甲斐があったわ。じゃあそろそろ出発して。あら、向こう人が集まってるわね。何かしら。散策しながら植物の名前とか川の名前を答えていくゲームみたいなものよ。へえ、愛理詳しいじゃない。バスを降りるときガイドさんに教えてもらったのよ。受付したら誰でも参加できるみたいよ。私たちもやってみる？あ、僕やりたい。あっちの方虫が多そうなんだけど。じゃあみずきちゃんと愛理ちゃん2人で行ってきたら？私はえなちゃんとこの辺りを散策してるから。分かったわ。え、でもみずきのことは？愛理ちゃんならみずきちゃんの悩みを聞き出してくれるかもしれないわ。せっかくだしここは任せてみるのはどうかしら。しずく、よーし、全問正解目指して頑張りましょうね、みずき。そうだね。じゃあ愛理ちゃん、一緒に受付してこよう。はー、緑がすごく綺麗。オープンワールド型の RPG みたい。ねねらしい感想だね。さて、ストレッチもしたことだし、ジョギングから始めようか。あちらの方に山道を走るトレイルランニング用のルートがあるから、行って走ってみよう。え、それだけ？なんか普通すぎて意外。ああ、もちろん。これを着て走るんだよ。はあ、何その鎖片びらみたいな服。あ、重い。負荷をかけるためのウェイトジャケットだよ。安全のためにいろいろつけていったら思ったより重くなってしまったけどね。あとは怪我をしないように膝用のサポーターと帽子に取り付けられる簡易ヘルメットと。あ、これ全部？よし、完璧だ。なんか全身ゴテゴテしてロボみたいになってない？それじゃあ早速走ってみようじゃないか。さあねね、一緒に頑張ろう。あ、重い。まずは1問目のパネルを探して木の名前を答えるみたいね。マップだとこの辺りにパネルがあるはずなんだけど。あ、この木の根元にあるやつじゃない？本当だわ。ヒントが2つ書いてあるわね。ヒント1、神社に植えられることが多い。ヒント2、アオスジアゲハの幼虫がこの木の葉を餌にする。あ、それってクスノキじゃない？え、もうわかったの？前に図鑑とかクイズ番組で見た記憶があるんだ。答えってパネルの裏に書いてあるんだよね。見てみようよ。ええ、正解はクスノキって書いてあるわ。すごい、水木って植物に詳しいのね。そんなことないよ。たまたま覚えてただけだって。それよりエナは大丈夫かな？あの辺りだって虫はいそうだし、しずくちゃんと2人の時に大騒ぎしてないかちょっと心配だよ。そこは大丈夫じゃないかしら。ああ見えてエナはしっかりしてるし。おー、確かにね。エナってなんだかんだ言いながらみんなの面倒を見てくれるから僕も助かってるよ。あ、水木が自分のことを話してくれてる。これってもしかしてチャンスなんじゃない？うまくいけば水木の悩んでることをさりげなく聞き出せるかもね。え、そのサークルって曲を作るために集まってるのよね。作業とか話し合いとか結構大変なんじゃない？そんなことないよ。まあ僕含めて変わり者が多いけどみんないい子だし楽しくやってるよ。そう、それならよかったわ。うん、やっぱりそう簡単に話してくれるわけないわよね。それにしても水木がエナの友達になってくれて安心したわ。え、どうして？ほら、エナって結構気難しいところあるでしょ。言い方もストレートだから誤解されやすいっていうか。それわかるな。エナは何でもズバズバ言うよね。この前も2人でニシンラウンジっていう手芸ができるカフェみたいなところに行ったんだけど、エナってば僕が描いたアレンジ画にこれじゃ全然可愛くならないとか言ってくるんだよ。エナったら相変わらずね。ほんと失礼しちゃうよ。でも一緒にどうしたら良くなるか考えてくれてさ、そういうところがエナのいいところだって思ってるんだよね。わかるわ。私もエナのそういうところに助けられたから。え、助けられたって、エナが愛理ちゃんを？ええ、そうよ。私本格的にアイドル活動をする前は普通の公立中学に通ってたんだけど、そこでエナと同じクラスになったの。最初は話す仲でもなかったんだけどね。ある日出演したバラエティ番組のネタでクラスメートにからかわれて、いじめってほどじゃないんだけど、陰で何度も笑われるから困ってたらエナが怒ってくれたのよ。そんなことして楽しいわけって。うわー、その言い方今と全然変わってないでしょ。後でエナにお礼を言ったら、私が気に入らなかったから言ってやっただけって返されて。でも私嬉しかったのよね。困ってる時にすぐ助けてくれる子がいるんだって分かって、おかげで笑われることもなくなったし、それがきっかけでエナとも仲良くなれたの。そっか。そういえば僕も心当たりあるな。え、エナがどうしてここに？そいつに、ユキに一言言いに来たの。なんだかんだ言いながら苦しんでる子がいたら真っ先に駆けつけてくれる子だよね、エナって。そうそう、いざという時すごく頼りになるのよ。だから水木も困った時はエナを頼るといいんじゃないかしら。あの子はきっと水木を助けてくれるから。あ、それって。それにインプットが大事っていつも言ってるのは水木じゃん。綺麗な景色見たら新しい MV のアイデアが思いつくかもよ。ちょっと話そらさないでよね。私はそっちがピクニックに来られるかって聞いてるの。そっか。だからエナは強引にピクニックに誘ったんだね。相変わらず素直じゃないな、エナは。でもそっか、僕のことそんなに心配してくれてたんだ。うん、いいね。ねえねえ、フィジカルデータもバッチリ取れたよ。もう無理。脱ぐ。休憩する。そうだね。じゃあ休憩にしよう。そうしたらその間に僕は新しい装置をいろいろ試していこうかな。さて、どれから試そうかな。っていうか、ルイも荷物背負って走ってたくせに、なんで息一つ切らしてないわけ？何？スター養成スーツを忘れてしまった。せっかくロープは持ってきたのに。スター養成スーツ？何それ？パワードスーツの一種でね、走ったり飛んだり重いものを運んだりする動きをアシストしてくれるんだ。つまり着れば上演時間いっぱい走り回ることも、上手から下手1回のジャンプで移動することも、大道具を持ち上げたりすることも可能なんだ。調整することができたら、司くんにこのロープであーと舞台の端から端まで飛び移ってもらおうと思っていたんだけど、残念だな。ルイ、あいつのこと雑技団のメンバーかなんかだと思ってない？本当に今日は晴れてよかったわ。緑も綺麗だし、絶好のピクニック日和ね。あ、そうだわ、エナちゃんはあっちを向いてるし、今ならルカちゃんにも景色を見せられそうね。ルカちゃんに来てもらうにはまず、あれ教えてもらったのにスマホの画面が動かないわ。どうしましょう。しずく、どうかした？あ、で水木ちゃんたちグリーンアドベンチャーを楽しめてるかしら。あの2人結構仲良くなれそうだったし、それは大丈夫じゃないかな。肝心の水木の悩みは全然聞けてないけどね。そうね、お弁当を食べてる時はちょっと落ち込んでるみたいだったから聞けそうだと思ったんだけど。あ、雫も思った？やっぱりあの時水木変だったよね。ピクニックも楽しんでるみたいだし、いつも通りなんだけど、時々やっぱり変っていうか、なんであんな顔するんだろう。ああ、もうこのままじゃ何の進展もないまま帰りの時間になっちゃう。えなちゃん、焦る気持ちはわかるけど、そんなに急ぐ必要はないと思うわ。ピクニックが終わるまでまだ時間はあるし、私もできる限り協力するわ。それに愛理ちゃんもみんなで楽しくできたらそれはそれでって言ってたもの。悩むよりまず楽しみましょう。うん、そうだね。えなちゃん、そうだわ、だいぶ歩いたしそろそろ休憩にしない？うん、そうしよっか。ちょうどあっちに休憩所もあるし、私喉乾いたからちょっと飲み物買ってくるね。わかったわ。じゃあ私はここで待ってるわね。ああは言ってみたけど、きっとえなちゃんも心配なはずよね。愛理ちゃんが水木ちゃんから何か聞けているといいんだけど。活動が軌道に乗るまではファンの方との写真は遠慮しようとみんなで決めていて。雫、お待たせ。ってどうしたの？あ、えなちゃん。この子に何か用ですか？ごめんなさい。さっきも言ったように一緒には撮れないんです。ちょっとあんたたち、もういいでしょ。雫だってプライベートでここに来てるんだから。写真くらいって何？だいたいファンだったら何でも言っていいわけじゃないから。えなちゃん、どうしよう。このままだとえなちゃんにもこの人たちにも嫌な思いをさせちゃう。だったら、写真を撮ることはできないですけど、サインなら今書けます。2人のお名前も書いてどうかしら。しずく、こんな人たちにサインなんてすることないってば。ありがとう、えなちゃん。でも大丈夫よ。はい、ちょうどはるかちゃんからもらったペンギンのメモ帳があるので。はい、どうぞ。ありがとうございます。今はモアモアジャンプってグループにいるので応援よろしくお願いしますね。えなちゃん、さっきは本当にありがとう。助かったわ。お礼なんていいよ。結局あの場は雫がうまく収めたんだから、むしろ余計なおせっかいしたかなって思ってたとこ。私昔からこんな感じなんだよね。すぐカッときて突っ走っちゃうっていうか。水木のことだって同じかもしれない。力になれたらって思ったけど、やっぱり何もしない方がいいのかな。余計な詮索したら迷惑かもしれないし。私はさっきえなちゃんが助けてくれてとっても嬉しかったわ。えなちゃんがはっきり言ってくれなかったら、きっと私ずっとおどおどしたままだったもの。雫、きっと水木ちゃんのことも大丈夫よ。今日二人を見ていて思ったもの。えなちゃんの気持ちは水木ちゃんにとって迷惑なんかじゃないって。そうかな。あ、いたいた。おーい、二人とも。あ、みずきちゃん、あいりちゃん、お待たせ。えな、いい写真は撮れた？そこそこね。そっちはどうだった？みずきのおかげでほとんど正解だったのよ。でもすぐに答えが分かっちゃうから、私の出番がなくて残念だったわ。えなも参加すればよかったのに。すごく楽しかったよ。ねえ愛梨ちゃん、みずきちゃん何か話してくれた？ううん、悩みがあるならえなに相談したらっていうのはそれとなく伝えたんだけど。よーし、それじゃあそろそろ出発しよっか。そうね、のんびり歩きながらバスまで戻りましょうか。あら、えなの頭の上何か飛んでるわよ。え？こっち！いやー！来ないで！ちょっとエナ、暴れすぎ！そんなんじゃ逆に刺されるわよ。だって怖いんだってば！ちょ、逃げてもついてくるんだけど！ああ、はいはい、静かにね。あら？道が二手に分かれてるわ。どっちに進めばいいのかしら。マップには初級者ルートを通れば山の周りを一周できるって書いてあるわ。最後に景色を見ながらバスまで戻りましょうか。そうね、初級者ルートは、はあ、看板の文字が消えかけてて読みにくいわね。左かしら。もう早く進んでってば。他にもいて刺されたらどうするの？わかったわかったから、背中を押さないでちょうだい。いろいろあったけど結構いい体力作りになったかも。ありがとう、ルイ。どういたしまして。じゃあ最後にクールダウンがてら山の周りのルートを軽くハイキングして終わりにしようか。うん。ハイキングルートが二手に分かれてるけど、どっちに進めばいいのかな。上級者ルートと初級者ルートがあるようだね。並走してるからどちらに進んでも着く場所は同じみたいだ。なら初級者ルートにしよう。この看板に書いてある通りに行けば。ってこの看板、文字が消えかけてる。どっちが初級者ルートなの？右じゃないかい？左はよく見ると上級者ルートって書いてあるよ。ほんとだ、紛らわしい。案内によると上級者ルートは急斜面が多いところを通るらしい。慣れてない人が登るのは少し大変なんじゃないかな。それって他の人が間違えたらまずいんじゃない？そうだね。後で下の管理事務所に看板のことを伝えておこう。じゃあねね、先に進もうか。うん。ねえ、なんだかおかしくない？さっきからちょっとずつ道が険しくなってる気がするわ。やっぱり僕も変だなって思ってたんだよね。全然駐車場にもつかないし。おかしいわね。看板の通りに初級者ルートを進んだはずなんだけど。面倒だけど来た道戻る？そうだね。じゃあさっき曲がったところを。あれ？僕たちどっちから来たんだっけ？え？右でしょ？そうだったかしら。左から来た気がするわ。どうしよう。何度も曲がったから最後に来たのがどの道だったか忘れちゃった。私たちもしかして遭難し…やめてよ。それにそんなに高い山じゃないんだし、すぐに道だって見つかるはずでしょ。そうだ、スマホで確認すればいいんじゃない？いくら山道って言っても今いる場所くらいはわかるはずでしょ。確かに焦って気づかなかったよ。あれ？どうしたのよエナ。電波が入らない。どうしましょう。そういう時ってスマホを振ったらいいのかしら。いや、それじゃ入らないって。あ、でも少しつながりそう。こっちの方に歩いていけば電波も。あ、エナ、そっちに行ったら。えっ、嘘、落ちる。エナ、前に。よかった、ギリギリ手をつかめたわね。ありがとう。まさか突然斜面が急になるなんて。山は危険がつきものね。ほら、今引っ張り上げるからもう少しこっちに。待ってアイリー、足元の石がグラグラして。えっ、もう少しで目的地かな。そうだ、ねね、ラムネを持ってきたんだ。よかったら食べないかい？はあ、ありがとう。一つもらうね。うん、今悲鳴みたいなの聞こえなかった？そうかい。まあこの辺は野生動物も多いだろうからね。ところでねね、もうすぐ雨が来そうだ。どこか雨宿りできる場所を探しておいた方がいいかもしれないよ。あ、本当だ。黒い雲の塊が近づいてきてる。なんだか嫌な感じ。いったたたた。アイリー、大丈夫？ええ、少し膝をすりむいたけど大したことないわ。それよりエナは怪我はない？私も平気。服は泥だらけになっちゃったけどね。ほんと最悪。これ洗濯して落ちるかなこれだけ泥だらけになるなんてバラエティ番組に出た時以来だわ。もう何のんきなこと言ってんのよ。私たちは大丈夫。ちょっと滑り落ちただけだから。こうなったら這いつくばってでも登ってやるんだから。アイリー、行こう。そうね、さっさと登って泥を落としましょう。しずく、みずき、今から私たちで登ってみるわ。近くまで行ったら引っ張り上げてほしいの。分かったわ。僕たちの方はいつでも OK だよ。よーし、今こそバラエティ番組で鍛えた脚力見せてやろうじゃない。この岩を足がかりにすればどうにか上まで。ダメね、苔に足を取られて滑っちゃうわ。でもこんなところで諦めたらアイドル失格だもの。絶対登り切ってやるわ。せーの、モワモワジャンプ。すごい、これなら一気に上まで。うわあ！大丈夫？怪我は？平気よ。でもまさか全然登れないなんて。アイドルとして情けないわ。いや、これはアイドルの仕事関係ないでしょ。登るのは難しいみたいね。もう少し身を乗り出せば届きそうだし、私たち2人でなら引っ張り上げられるかしら。頑張ればできると思うけど、でもエナたちが足を滑らせてしずくちゃんまで落ちたら大変だよ。じゃあどうしたら。しずくちゃん、僕電波が入るところまで行って助けを呼んでくるよ。えな、愛理ちゃん、ちょっと時間かかるかもだけど待っててね。水木、道はどうするのよ。水木だけで一点迷ったら。大丈夫、すぐ誰か呼んで戻ってくるから安心して。でもしずくちゃんはここで待っててくれないかな。もし僕が助けを呼びに行っている間にエナたちに何かあったら大変だからさ。分かったわ、よろしくね水木ちゃん。うん、行ってくる。急がなくちゃ。あれ、雨、さっきまで晴れてたのに。どうしよう、どんどん強くなってくる。早く助けを呼ばないとエナたちが。電波はもう少しでつながりそう。早くエナたちを助けないと。いったた。ああ、この服気に入ってたのにな。最悪。ほんと何してんだろう僕、こんな泥まみれで。これからも一緒にいるなら僕は伝えるのかな。来年も一緒にいたいのに、僕はどうせまた無駄になるってってどこかで思ってるんだ。そんなの分かってるよ。だけど僕は。みんなで桜を見た後何かあった？アミヤ、あの後からいつもと少し違うっていうか。水木も困った時はエナを頼るといいんじゃないかしら。あの子はきっと水木を助けてくれるから。今は走らないと。服なんてまた買えばいい。来年がどうとか、一緒にいられるかとか、そんなのだって今はどうでもいい。僕はみんなを助けたいんだ。えなを、愛理ちゃんたちを助けたい。思っていたより早く降り出したね。うん、早めに気づいてくれてありがとう。おかげで雨宿りできた。人の声、あれって休憩所かな。よかった。すみません。え、友達が斜面の下に落ちて。え？雨で体が冷えてきたわ。えなちゃんと愛梨ちゃんもこのままだと風邪をひいちゃうわ。みずきちゃんのことも心配だし。ううん、弱気になっちゃダメ。雨がもっと強くなる前に二人を助けないと。何か私にできることを探して。あら、もしかして今って結構まずい状況かしら。え？この声って、もしかして。しずくちゃん、なんだか大変なことになってるわね。ルカちゃん、そうなの。愛梨ちゃんたちが斜面の下に落ちてしまって。今、みずきちゃんが助けを呼びに行ってくれてるんだけど、私は何もできてなくて。雨も降ってきてるし、早く助けたいんだけど。大丈夫よ、しずくちゃん。一緒に愛梨ちゃんたちの助けることを考えましょう。うかちゃん、ありがとう。下に落ちたって言っていたけど、下には動けるの？平気だって言っていたけど、膝をすりむいていたみたいだし、心配だわ。そう。早く助けなきゃね。ええ、本当は私が引っ張り上げられたらよかったんだけど、ここからだと手が届かなくて。せめてロープか何かがあれば。ロープの代わりになるようなものは？リュックにはレジャーシートとタオルと、あと着替えが入ってるんだけど、でもこれだとロープ代わりにするにしても長さが足りないのよね。あ、そうだわ。長さが足りないなら全部を結べば。それはいいアイディアね。結び方はわかるかしら？ええ、前に教育番組のロケに行った話をしたでしょ。あの時にやったことがあるの。でも少し難しくて、できるかしら？大丈夫よ。しずくちゃんならきっとできるはずだわ。はあ、ありがとう、ルカちゃん。私、やってみるわ。雨が強くなってきたわ。これだけ斜面が濡れちゃうと、足をかけるのはちょっと難しそうね。どうしよう。このままじゃ夜になっちゃう。このまま上に登れなかったら私たち。不安がっててもしょうがないわ。それより今何ができるか考えましょう。そんなこと言われても無理だってば。もうできることは全部やったじゃない。あ、ごめん愛梨。私が足を滑らせたせいで巻き込んじゃったのに。何しおらしくなってんの。いいから絵のこと思い出しなさい。え？絵のことって？中学の時お父さんにいろいろ言われたって、えなはずっと描くことを諦めなかったじゃない。美術科のある高校に落ちても誰にも認められなくても、今もずっと諦めないで描いてるじゃない。苦しいことばっかりでも絶対に諦めない。それがエナでしょ。愛梨、ほらちゃんとしなさい。みずきを信じて待ちましょう。大丈夫、すぐ誰か呼んで戻ってくるから安心して。信じてか。そうだね、みずきならきっと。この声、みずき？お待たせ、助けを呼んできたよ。みずきちゃん、よかったわ。なんとかなりそうね。あ、そうだ、ルカちゃんが見つからないようにしないと。その方がいいわね。でも愛梨ちゃんたちが助かるまで私のしずくちゃんと一緒にいるから安心してね。え、ありがとうルカちゃん。2人ともこっちこっち。瑞希の友達が落ちた場所はここかい？うん、かなり急な斜面。僕の手持ちのロープもあるけどこれだと長さが少し足りないかもしれないね。よかったらこれを使ってください。これってもしかしてしずくちゃんが作ってくれたの？ええ、持ってきてもらったロープとつなぎ合わせればなんとか使えると思うわ。ありがとうしずくちゃん。結び目もしっかりしてる。これなら使えるね。あ、じゃあロープの先をこっちにくくりつけて。ああ、全員で引っ張り上げよう。助かった。もうダメかと思った。雨が降ってきた時はさすがに不安になったけどよく頑張ったわねえな。そういう愛理もね、瑞希と雫たちがいなかったらって思うとゾッとする。ちゃん、レナちゃん、無事でよかった。僕もほっとしたら力が抜けてきちゃったよ。ありがとね2人とも。本当にいくらお礼を言っても足りないくらいだわ。いいっていいって。あなたたちもありがとね。おかげで助かったよ。あ、いえ、全員無事でよかったです。2人ともしっかり歩けそうだね。僕が先導するから一旦休憩所まで戻ろうか。うん、もう大丈夫そうねしずくちゃん。私はそろそろ戻るわ。ルカちゃん、本当に手伝ってくれてありがとう。あとごめんなさい、景色を見せるって約束したのに。そんなの別の機会でいいわよ。それじゃあまたね。ええ、また世界で。ん？しずく、今何か言った？あ、なんでもないわ。独り言よ。後でツアーに参加してる人たちにも謝らないとね。きっと心配かけちゃっただろうし。そうだね、なんて謝ろう。でも何はともあれ本当によかったよ。帰ったらゆっくり休もうね。ねえ瑞希、どうしたの？その服気に入ってたやつでしょ？なのに泥だらけになってて。私のせいでごめん。ああ、これ確かに気に入ってたけど服なんてまた買えばいいよ。それにエナたちが無事だったんだから僕はそれで十分だよ。瑞希、そんなことより2人とも怪我は本当に大丈夫？私は大丈夫だけど。私だって平気よ。こんなの怪我ってほどじゃないわ。愛理ってば、帰ったらちゃんと病院行ってよ。そうね、後になって痛むなんてこともあるだろうから。はいはい、分かったわよ。瑞希のあんな笑顔久しぶりに見たかも。私やっぱり瑞希の力になりたい。瑞希が私に話したくないって思っててもやっぱりあんな顔見ちゃったら放っておけないよ。だって瑞希は私の今日は災難だったね、水木。まあね。でもみんな無事だったからよかったよ。ルイ、本当にありがとね。僕たちは少し手伝っただけだよ。それにしても水木もあんな顔するんだね。あんな顔って今まで見たことがないくらいの必死な顔で助けを呼びに来ただろ。え、そうだったっていうか必死な顔とか絶対可愛くないじゃん。忘れて忘れて。それは難しいお願いだね。今日一緒にいたのが前に言ってた仲間になれそうな子なのかい？さあどうだろうね。はあ、今日は疲れちゃったし僕はもう寝るよ。またねルイ。ああ、それじゃあまた学校で水木。うん。ユナも愛梨ちゃんたちを助けたい。必死な顔か。あれ、エナからメッセージ来てる。今日はありがとう。今から愛梨と雫とグループ通話しようって話してるんだけど、水木もどう？グループ通話か。たまにはいいかもね。愛梨ちゃんも雫ちゃんも話してると本当に楽しくて。でもやっぱり僕は。水木から返事来たよ。今日は疲れたからもう寝るって。そっか、私とエナのために一生懸命走ってくれたんだものね。うん、雫も今日は本当にありがとね。水木ちゃんが頑張っていたから私も頑張れたのよ。ツアーの人たちも優しかったわね。大丈夫かってすごく心配してくれて。本当にね、みんないい人たちでよかった。それにしても助けてくれた人たちが水木ちゃんのお友達だったって聞いた時は驚いたわ。だね。学科は違うけど私と同じ神山高校に通ってるみたいだから、今度改めてお礼言っておくよ。ええ、お願い。でもごめんねエナ、結局水木のこと力になれなくて。そうね、悩みを聞くどころじゃなくなってしまったし。もう2人とも謝らないでよ。こっちはすごく感謝してるんだから。エナたちが無事だったんだから僕はそれで十分だよ。今日の水木久しぶりに笑ってた気がして、ずっと楽しそうだったし、やっぱり誘ってよかったなって。そうだったらよかったわ。私ね、今日出かけてみてやっぱりちゃんと水木の悩みを知りたいって思ったんだ。水木が言いたがらないからずっと私も踏み込んでいいのかわからなかったけど、でもやっぱりそれじゃ何も変わらないって実感したから、今日水木が私を助けてくれたみたいに私も水木が困ってるなら助けたいの。エナ、あの調子じゃそう簡単に話してくれないと思うけどね。でもやっぱり私ちゃんと水木のこと知りたいから、向こうが観念するまで何度だってしつこく聞いてやるんだから。すっかりいつものエナに戻ったわね。何よ、諦めないのが私のいいところって言ったのは愛理じゃない。そうだったわね。今のエナかっこいいわよ。また何か困ったことがあったら言ったねエナちゃん。できる限り私もお手伝いするわ。ねえ、みんなの予定が合うならまた一緒に出かけるのもいいんじゃない？それはいいわね。えなちゃんとみずきちゃんがいてくれたらもっと楽しくなりそうだわ。みずきとってもいい子だったものね。えなとのことを抜きにしてもまた一緒に遊びたいわ。2人とも。じゃあ今度は4人でショッピングしない？みずきお気に入りの服汚れちゃってたから新しいの買いたいと思うんだよね。いいわね。みずきちゃん可愛いから選びがいがありそうだわ。レッスンの日程が決まったらまた連絡するわね。うん、ありがとうしずく。あ、眠くなってきちゃった。そろそろ私も寝ようかしら。あ、もうこんな時間だったのね。私も休むことにするわ。それじゃあ2人とも今日は本当にお疲れ様。またね。うん、またね。エナたちが無事だったんだから僕はそれで十分だよ。みずき、またああいう風にたくさん笑ってくれるといいな。私がやろうとしてることはおせっかいかもしれないけど、やっぱり見てないふりはできないよ。だってみずきは私の大事な友達だから。みんな、今日も私たちのステージを見てくれてありがとう。最高の歌とダンスを披露できたと思うわ。応援嬉しかったよ。みんなに楽しんでもらえるようにこれからも頑張るね。しずく、私たちもピクニック行ってた分明日からのレッスンも気合い入れていきましょうね。でも愛理たちピクニックに行って遭難しかけたんだよね。そんなに張り切って大丈夫なの？ええ、怪我もなかったしこうして元気だもの。それにいいこともたくさんあったのよ。新しい友達ができたり綺麗な景色が見られたりとかね。そうね、愛理ちゃんたちが斜面の下に落ちて雨が降ってきた時は本当にびっくりしたけど、あの時は大変だったわね。でも、愛理ちゃんもお友達も無事でよかったわ。みんなのおかげよ。それに後で雫から聞いたんだけど、ルカも一緒に助けてくれたんでしょ。本当に助かったわ。ありがとう。お礼なんて、私は一緒にいただけ。雫ちゃんが冷静でいたのが良かったのよ。ルカちゃんが隣で励ましてくれなかったら、ロープワークのことを思い出せなかったもの。でもルカちゃんに綺麗な景色を見せられなかったことが心残りなのよね。じゃあ今度はここにいるみんなで一緒にピクニックに行かない？いいの？行きたい行きたい。でも正直今回のピクニックで山は堪能したから、しばらく行かなくていいと思ってるのよね。だったら屋上に行ってみない？電車で1時間くらいだし、この時期は花も綺麗らしいわ。いいね。みんなで写真を撮ったりしたら楽しそう。牧場なら私も大歓迎よ。チーズ作りとかも楽しそうだし、またみんなで予定を立てましょうか。そうね。今から楽しみだわ。あ、写真って言えばえなもみずきとたくさん撮ってたわね。あれからみずきとうまくやれてるかしら。そんな感じで大変なこともあったけど、楽しいピクニックだったよ。えなのおかげで愛理ちゃんとしずくちゃんっていう子たちともたくさん話せたし。そっか。それを聞いて少し安心した。安心ってなんで？みずきの楽しそうな顔久しぶりに見たから。心配かけてごめんね。僕は大丈夫だからさ。あれ？みずき来てたんだ。やっほーえな。僕はちょうど帰るとこだったんだけどね。そっか。そういえばみずきが前に読みたいって言ってた絵本あるでしょ。今ちょうど持ってるから貸そっか。え、ほんと？あー、でも貯めてたアニメを先に消化したいから、借りるのはまた今度にしよっかな。あのさ、みずき、やっぱり何かあったでしょ。あ、バレた？実は好きなアニメの原画集予約し忘れててさ、限定版買えなかったんだよね。だからそういうことじゃなくて。ねえ、二人ともお願いがあるの。私、二人の歌が聞きたい。歌？なんで？今の二人はちょっと悲しそう。でも二人で歌ってる時は楽しそうだから。ミク、大丈夫。そんな顔しないで。ねえみずき、ミクもこう言ってくれてるんだし、一緒に歌わない？そうだね。僕もミクの頼みは断れないな。それじゃ、みずき、一緒にあの歌を歌おっか。みんな聞いてくれてありがとう。ミク、どうだった？二人とも楽しそうだった。ありがとう、歌ってくれて。よかったよかった。じゃあ僕そろそろ帰るね。バイバイ。ちょっと水木、まだ話は終わってないんだけど。行っちゃった。はあ、水木の悩みまた聞けなかったな。えな、水木のこと心配なんだね。まあね。でも時間がかかりそうっていうのはもう分かってるから。さっきみたいにはぐらかされてもまたしつこく聞いてやるって決めたんだ。そっか。えなならきっとできると思う。うん、やれるだけやってみる。ありがとねミク、私たちのことを心配してくれて。みんなもありがとね。少しだけ勇気を出せた気がする。また気が向いたら会いに来てよ。どうしたのアイリー、難しい顔して。それがね、今日は普段買わないジャンルの CD を買ってみようかなって思うんだけど、種類がいろいろありすぎてどうやって選ぼうか迷っちゃって。それならジャケ買いとかでいいんじゃない？でもちゃんとアーティストとか曲で選びたいのよね。ごめん、もうちょっとだけ時間ちょうだい。店員さんが貼ってるポップを参考にしてみるから。うん、じっくり選んで大丈夫だよ。そうやって歌ってる人や曲を大事にするの、なんだか愛理らしいな。あのお店のカレーライス美味しかったな。いい感じにボリュームもあったし水木ちゃんもりもり食べていたわね。なんだか妹のしーちゃんを見ているみたいだったわ。え、しずくちゃんの妹も結構ご飯食べる方なの？ええ、特にラーメンとハンバーグは大好物だから、パクパクパクっていっぱい食べるのよ。あ、わかる。大好きなものってやっぱりたくさん食べたくなっちゃうよね。しずくちゃんの妹ちゃんか。どんな感じの子なんだろう。今日は付き合ってくれてありがとう水木。おかげでいい感じのコーディネートができたわ。いえいえ、どういたしまして。僕も眼福だったよ。ロリータとかゴシックとか愛理ちゃんに来てもらえてさああいうの一度は着てみたかったのよね。でもフリルとかがさすがに派手で普段着としてはなかなか使えないから結局買えなかったけど。そんなあなたのために普段使いもできちゃうがコンセプトのロリータ系のお店がこの近くにあるんだな。え、本当？ちょっと覗いてみようかしら。うん、ぜひぜひ。では1名様ご案内。どうしたの？それが配信している時、1人30秒くらいで企画の感想を最後に話すんだけど、30秒ってどれくらいかわからなくて足りなかったりオーバーしてしまったりするの。今までは決められた内容を話したり編集でカットされたりしていたけれど、生配信だから自分でできるようにならないといけなくて。ほら。にたくさん踊ったり歌ったりしてる曲ならなんとなく体が覚えているものね。ありがとうルカちゃん、今度の配信でちょっと試してみるわ。あそこで流れてる MV、 エナが好きって言ってたイラストレーターさんが参加してるやつかも。わあ、色がカラフルで可愛い MV だね。アイドルグループとのコラボだって。コラボか、私たちもいつかやってみたいわね。そうだね、えなちゃんに絵を描いてもらって、それからみずきちゃんに動画にしてもらったりして。ええ、じゃあいつかその日が来るように、まずは私たちが活動を頑張らないとね。そういえばえなちゃんには弟さんがいるのよね。どんな子なの？とりあえず生意気、あと口が悪い。あら、そうなの？でも朝起こしてくれたり、代わりにお買い物行ってくれたりするんでしょ？まあそうだけど。ちなみに雫の妹はどんな感じ？しんちゃん、とっても可愛いのよ。顔を見ると思わずキュンってしたくなっちゃうくらい。でもしーちゃん照れ屋さんだから、くっつかないでとか、学校では話しかけないでって言われちゃうの。そうなんだ。キュッてしたくなっちゃうくらい可愛くて、でも照れ屋な妹か。いいなあ、秋田と交換してくれないかな。ねえ、ええ、高校は別々になっちゃったけど、たまに電話したり一緒に買い物とかしたりって感じで、ずっといい友達でいてくれてるの。友達はそれなりにいる方だと思うけど、えな以上に楽に付き合える子はいないわね。お互い言いたいことを言い合ったりもできるから、素の自分でいられるの。中学の頃はお互い素直に言い過ぎて喧嘩することもしょっちゅうだったけどね。ねえアイリー、ちょっとダイエットしたいんだけど、おすすめの方法ある？ダイエット？エナはスタイルいいし、する必要ないと思うけど。でも最近体重が。どうせ昨日と比べてちょこっと増えたくらいでしょ。その程度でダイエットなんて体に悪いわよ。そもそもエナはかなり不規則な生活してるし、まずは生活のリズムを整えないとダイエットの効果なんてちっとも望めないわよ。じゃあご飯の量を減らして。それよりおやつの量を減らしたら？あら、でもそうするとこれから行くケーキ屋で何も食べられなくなっちゃうわね。よし、ダイエットはやめよう。さあケーキ食べに行こう。そうでなくっちゃね。